いな、すっげえ。そんなに見てないんですけど。あ、あの木めっちゃ巻いてますね。うん。その上見てみて。え、いや、俺の言ってんのはそれ。あ、そうやな、ここ。ここ。この。この細い枝。来て来て。入った。ここ。入った。チチデミーメス。見に来おるから。そこは任せます。入った。オスゲット、同じ木で3匹目今から狙います。入ったかも。すごいすごいメスでした。メスやな。メスや。あ、ほんとや。あったあった。抜け殻。もう見つけて変わらんと場所。同じですね。え？あった。だって。うーわ。ああすごいリアルやな、これは。あったー、つくつくぼうし。チッチデミの抜け殻を撮影しております。ヒメスズメバチのワーカーがなくなっていました。針すごい出てますね、これ。あなた、ありがとう。これは牛尾センチ、もったいない。農家さめのポイントをやってきました。結構泣いてるんですけど、下がね、やぶで、これ近づけませんね。あ、ああ、映る映る。あった？あ、ありますあります。あ、葉っぱの裏。ここです。あ、本当だ。取りましょうか、それ。はい、うん、チッチだ。このネタセコウユになんか集中してますね、チッチゼミ。マユタテアカネがいます。取りたいのはどうしよう。でも、その横に、じゃん！ナミアゲハの夏型のメスがいます。泣いてますね。もう夕方6時ぐらいだと思うんだけど。こんな時間まで泣くんですね、チチゼミって。知らなかった。今回はチチゼミの最終遠征、楽しんでまいりました。次回の動画はチッチゼミの生態動画です。